カラコルムハイウェイ外観地図中国新京地区のカラコルムハイウェイパキスタン北方地区を走るカラコルムハイウェイカラコルムハイウェイは中華人民共和国新京ウイグル自治区最西部とパキスタンのギルギットバルティスタン州をカラコルム山脈を横断して結ぶ道路である途中中国イコールパキスタン国境となっている海抜4693メートルのクンジュラブ峠を通り 国境を横断する舗装道路としては世界一の交渉を通る道路でもある。ハイウェイの大部分はパキスタンのギルギット・バルキスタン州を通っている。このハイウェイは古代シルクロードを結ぶ通称路でもある。延長はウイグル自治区のカシュガルからパキスタンアボッターバードのハベリアンまで約 1300km である。その先のハッシンアブダルで大感道に続く。 近年では、カラコルムハイウェイは冒険旅行の目的地となっている。このハイウェイにより、登山家やトレッカーたちはこの地域にある、高山、氷河、湖へ容易にアクセスすることができるようになった。イスラマワードから、ギルギットやスカルドへ、車両が、通行可能な道が続いている。パキスタンのギルギット・バルティスタン州には、登山遠征隊たちの主要な拠点が2つ存在する。また、 カリマバードなどのフンザ地区は喫立したカラコレム山脈とフンザ渓谷に沿った美しい農村の風景が広がっており多くの一般の観光客が訪れている特に日本の旅行者にはフンザ渓谷は風の谷のモデルとして噂され人気のある地域であるしかし9.11テロの余波でパキスタン周辺の治安の悪化や情勢の不透明さにより この道を通る観光客が減少した。KKH の最高地点、クンジュラブ峠からコルムハイウェイからパキスタン北方地区にある大部分の山岳と新疆ウイングル自地区の様々な山岳へのトレッキングクライミングルートにアクセスできる。これにはバルトロ氷河のような世界最大の氷河もいくつか含まれている。世界にある8000メートルミネの内パキスタンにある後、 方にはハイウェイからトレッキングクライミングルートにアクセスが可能である。様々な湖がカラコルムハイウェイによってアクセスが容易になっている。標高4115メートルの地点にある世界で2番目に高い平原。スカルドゥの南方、アストアバレーの東方に位置する。平原の広さは3000平方キロメートル。一帯は1993年に デオサイ国立公園に指定された。2万以上の壁画やペトログリフがパキスタンのギルギット・バルティスタン州を通るカラコルムハイウェイ周辺に存在する。これらは、フンザとシャティアルとの間にある主要な10箇所に集中している。彫刻は様々な侵入者、商人、巡礼者により持ち去られ、また破壊された。もっとも初期のものは、 紀元前5000年から1000年に遡る。これらには動物や三人の男、そして狩猟者たちが自分より大きな動物を飼っている様子が描かれている。これらの彫刻は石器で岩に掘られており、経過年数を表す厚い6章に覆われている。考古学者のカール・ジェットマーは様々な碑文から読み取られる歴史をつなぎ合わせ、その発見を ロックカービングスインスクリプションス・インザ・ノーザン、アリアス・オブ・パキスタンと、ビトイン・ガンダーラー・ザ・シルク・ローズ、ロック・カービングス・アロング・ザ・ケリコラム・ハイウェイに記録した。中国の新疆ウイグル自治区のカシュガルとパキスタンのスストの間を一泊二日のバスが運行されている。中国側は右側通行、パキスタン側は左側通行のため、国境付近でレーンが変わる。 また、ツス,ストからギルギットの間は不定期のミニバスが運行されている。2006年3月に、中波両国政府は2006年6月1日から、パキスタンのギルギットからカシュガルへの毎日のバスの便が開始され、ハイウェイを 600km 延長する、道路工事が行われるであろうということを発表した。地滑りによりたびたび交通が何時間も断絶される、ハイウェイは春。 または初秋に最もよく旅行される。厳しい冬の間に降る大雪は長期間ハイウェイを閉鎖させることがある。7から8月頃の激しいモンスウムは数時間にわたって道路を塞ぐような泥流を時として発生させる。クンジュラブ峠にある中国とパキスタンの国境は例年5月1日から10月15日の間だけ開いている。パキスタンのカラコルムハイウェイにある マイルストーンハイウェイはパキスタンと中国政府によって建設され、建設開始から20年が経過した1978年に完成した。多くのパキスタン人及び中国人労働者が建設中の地滑りや転落事故で死亡した。ハイウェイは古代のシルクロードをなぞっている。パキスタン側では道路はパキスタン陸軍工兵隊を雇用した父母により建設された。 まもなく、パキスタン軍のチーフエンジニア分隊が、カラコルムハイウェイの歴史を記録するプロジェクトの作業を行っている。建設時に働いていた、コサン兵のムハンマド・ムーム・ダス、カリード潤章は、カラコルムハイウェイの歴史を書いている。インドとパキスタンの間にまたがるカシミール地区をめぐる、対立が非常に切迫しているため、カラコルムハイウェイは、戦略上重要な拠点となっている。 また、中国にとってはパキスタンへの輸出入の経路として重要なほか、パキスタン南部に中国の支援で建設されるクワーダルコート新疆ウイグル自治区とを結ぶ経路でもあり、中東やアフリカへの資源へのアクセスを確実にする上でも戦略的に重要な経路である。中国政府はパキスタンへ援助を行って、拡幅工事などを行っている。 2010年の地滑りでできた関富湖、アッタバード湖、2010年1月4日に、ふんざ地区の中心都市カリーマーバードの東 12km 付近で、大規模な地滑りにより、天然ダムが発生した。インダス川の支流ふんざ川が石められてできた、このダム湖にカラコルムハイウェイが水没して、この付近が通行止めとなっている。小さなボートかヘリコプターによる移動しかできない、状況であり、 2010年5月時点で湖は長さ1 8キロメートル、幅5 0 0メートル、水深1 0 0メートル以上になった。当初は下流部への洪水の影響を考慮して復旧作業は進んでいなかったが一帯一路を掲げる中国の中国、パキスタイ経済回廊の後押しによって2015年にトンネルなどの復旧工事が完了した。ありがとうございます。